の交差点でみんながもしスキップをして、今天是我们横跨加拿大的第一天，从温哥华到塔到 Osoyo， 这一路上一直在下雨。从我们出发，从昨天晚上前天就开始下，一直可能下到现在吧。大概四个多小时的时候到第一站 Osoyo， 然后一半的行程都在下雨，快临近到 Osoyo 的时候天就带着一点点阴，但是那个空气还是特别好。它属于加拿大的沙漠，因为全加拿大只有这个地方是山是比较突出的。そうなっちゃうダメでしょ、どんどん出してしまえばいいの、全然しないのつまらないでしょ、ヘンドオフ焼けてリズムに乗せて、ウェイウェイ焼けて私の道を、ボンボンウェイウェイウェイ、ボンボンウェイボンウェイボンボンウェイウェイボンボンボンウェイウェイボンウェイボンウェイウェイボンボンウェイウェイウェイボンボンウェイボンウェイボンボンウェイあの交差点でみんながもしスキルをして、もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスが掴みたいのなら、现在是进入 Osoyo， 我们吃了中饭，然后就到这个 lookout， 特别的美。然后斜对面就是美国。这里是铁路的模型，整个我一共录了20多分钟，只截取了一点点。这里头就是一个小型的城市，然后它的细节做工都特别的棒，它那些模型都是做好然后再一点一点喷漆，就属于日常的生活，各种各样什么都有，然后小人啊，工作呀，就是细节特别的棒。みんながもしスキルをして、もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスが掴みたいのなら、また泣くのには早いよね、ただ前に進むしかないわ、いやいや、どんどん出してしまえばいいの、全然しないのつまらないでしょ。这个地方是在路上路过然后觉得特别的美，后来发现它叫 Peachland， 然后呢我们到了这里照了几张相，感觉一下这个大自然的
魅力。然后我们基本上是到了我们今天晚上的住处 Kelowna。そうなっちゃダメでしょ。どんどん出してしまえばいいのって。